今年の6月の頭ぐらいに沖縄の宮古島で撮りました。これは結構ラブラブデートみたいな感じです。役柄はあんまり慣れないぶりっ子をしました。ぶりっ子の女の子っていう、はい、ここジャケットにはないんですけど、あの競泳水着みたいなのを着て、でなんかぬる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 てかオイルを塗ってっていうのが、結構ライトアップがすごい綺麗な感じになってて、そこがおしゃれになっててお気に入りです。スポーツしてるシーンが結構際どい衣装だったので、はい、見えてないか心配です。野球とかフラフープとか、足に玉つけるやつとか、結構運動しました。やっぱこのジャケットのところのビーチのところで、ね、あのジャケットにもあるんですけど、このイルカのやつに乗って遊んでるのが結構本当に素で遊んでて、リアクションがもうまんまなので、うん、一緒に楽しんでいただけるかなって思います。結構全部揺れてます。あと揺らし方も、進化したので、3回目にしてやっとなので上達してるかなと思います。その進化ってのはどんな感じの、なんかちょっと研究して、この揺れだったら自然な感じで映像でも入れるかなみたいなのを、形が本当に綺麗なのに自画自賛できるぐらい本当に綺麗で、それを生かした衣装がたくさんあると思います。色気あったかな。この紫で海に浸かってるところが、撮影終わった後にオフショットを撮るってなって、もうこの後濡れてもいいってなったんで、もう海に潜っちゃったんですよ。でそれが逆に良かったみたいで、そこ濡れる予定はなかったんですけど、点数189。面白い数字ですね。そうですね、前よりお胸が育ったので、その加点と、あと揺らし方の、揺れ方の加点と、あと衣装の加点。ああ、これでもまだ NG なし前だったんで。あ、じゃあこれからってことですね。でも結構前より衣装の形だったりとか、お尻も結構出てて、だんだんこの、なんだろう、幅は広がってるかなって。記事が出た時に、そこまで反響あると思ってなかったので、戸惑いと嬉しさの半々で、まだ気持ちの整理がついてないです。でもドジョウスクに関しては一切あれが初めてだったんですけど、人前に披露するのが。でも全く緊張しなかったので、これからも緊張せずやっていける自信はあるので、お仕事待ってます。きっかけはなんかこうグラビアを
X とかでこうタイムラインで見るじゃないですか。なんかまあ大体一緒だなみたいな自分のを含めで、なんかちょっと面白いエンタメとしてなんか面白いことないかなと思ったら、思ってやったのが、うん、小さい頃見てたドラマで女優さんが宴会みたいな感じで土壌すくいやってたのを思い出して、あれ可愛かったしやってみようと思ってやりました。今日は本当に野呂佳代さんが目標で、体張るのが普通に好きなので、小さい頃からちょっとなんか木登りとかしてたりやんちゃな子だったので、体張ることを体張るって自分は思ってないので、そういうのを楽しみながらやれたらいいなって思ってます。11月16日と23日に撮影会があるのと、あと BS 吉本さんの全員半人前というバラエティの番組に出させていただくので、ぜひチェックをよろしくお願いします。ありがとうございます。見た女優さんは覚えてないですよね。アイスハルトさん、あれか、ホテルの光、しまいよ、ありがとうございます。じゃあスポ読者の皆さん、二次元ボイスふわふわイーチカップの池田優奈です。この度、いちごタルトのいちごだけ発売しました。多分見てくれてる人は買ってくれてるかなと思ってます。買ってくれてない方はぜひ買ってください。おー、いちごタルトのいちごだけ